ブルースリーコレクター、ユーサクリーこと、リーユーサクだ。はい、見終わってほやほやでございますけども、はい、どうですか今まで、はい、ブルースリーの印象は映画を見て変わりましたでしょうか。ですね、はい、まあブルースリーのための映画というか、やっぱりよくブルースリーの映画を見に行ったら、みんなが映画を出たらブルースリーになるっていうのがよく分かりました。あ、分かりましたか。分かりました。あれはこうかっこいいなって思いますもんね。そっか。その女性として、はい、その異性としてブルースリーをどう見ます。この人はやっぱり女性ファンが多くついたっていうのは分かるような気がします。女性ファンがつくのは分かります。あの映画だけで判断はできないですけど、うん、あのアクションがすごいキレが良くて、うん、なんか例えが合ってるかどうか分からないんですけど、うん、マイケル・ジャクソンをちょっと思い出してというか、そのストイックさが、あ、うん、であの無駄のない筋肉とか、うん、脂肪が全くなくて、うん、ですごいしなやか で、うん、でやっぱあの芝生時の音がなんかバシービシーっていう音が、うん、なんかこうブルースリーだからなんかあの芝生ビシーっていう音はなんか成り立つなって思って、うん、あ、他の人がアクションした時にビシーって言ったら大げさなってなるんですけど、ブルースリーがやったらほんまにこれなんかそういう音出してるんじゃないかなっていうぐらい、なんか本当になんだろう、かっこよかった。あの会長音と言われるアチャーはどうでしたか。あ、本当に言うんだなって、本当にアチャーを言うんだと思って。アチャーを言うんだと。そう、でも、うん、あのなんだっけ、卓球の福原愛ちゃんがさーっていうのでなんかこう調子を決めるのとなんかやっぱりこう似てんのかなっていう。なるほどね。感じですかね。なんかやっぱりなんかその筋のプロみたいな人ってなんか自分のなんかこうわちゃーっていうことでなんかこうパワーが出るとか、うん、なんかそういうなんかこうプロってなんかそういうのあるのかなって、うん、いやもう本当かっこよかったですね。あ、そうか、嬉しいな。それまあ手に持ってるそのヌンチャクさばきはいかがでしたか、ブルースリーの。いやー、本当にあんなに高速でバシバシこうぐるぐる回せるんだなみたいな。うん、ね、でもやっぱり失敗することもあるんですよね、ぐるぐる回すの。そうそう、ね、あの悪党が自分の頭にぶつけたりして自滅してたでしょ。そうそう、うん、あれは当時劇場でね大爆笑だったんですよ。ファンの人がね、はい、うん、あのシーンは、あのお話でなんかあの何でしたっけ名前、ブルースリーの演じた人の名前、タンロン、うん、ファンっていうのは、うん、ちょっとこうにやけた感じでずっとすごいトイレばっかり行けはる人で、うん、あれはほらメニュー、はい、英語が読めないからスープいっぱい頼んじゃったからお腹下しちゃったんだよ。いやでもなんかずっとトイレばっかり行ってるなっていうイメージで、なんかそういうできない人間が突然こう実はめちゃめちゃ強かったみたいな、そうそう、あのくだりとかは、それがね、その野良美穂さんが情けない男やなと思ってたのが、うん、だんだんこう、お、かっこいい人やんと惚れていくだ、うん、ね、あの流れがそのマニアにはたまらないんですよ。男としてはね、ああいう男になりたいと思うんですね。まあでも本当にあの男も女もやっぱりこう、なんか男はブルースリーになりたいと思って映画館を出て、女の人はブルースリーかっこいいって言って映画館出ていくんだろうなっていうのがよくわかりました、うん、じゃあ最後にあの、うん、野良美穂さんはいかがでしたか。ああ、もうあのとても素敵な女性で、本当にね、なんかお二人がお似合いな感じですごい美男美女だったなと。そうよね、はい、まあ、ブルース・リー先生は結婚されてましたからね、あ、うん、まあ、そういう関係にはなれないですけども、まあ、でもそれでもいいんじゃないですか、こう、うん、あの映画の中 の、 そのパートナーというか、うん、あのコンビみたいな感じで、そうそう、ね、
ね、死亡遊戯でもね、野良美桜さんが出るっていう話もあったんだけど、なかなかそれは儚い夢として。はい、じゃあよくぞ寝ず、最後まで楽しんでいただいて、よかったです、はい。まあ、これでブルース・リー先生のね、はい、ちょっと今までとで、ね、よりも好きになってもらえれば何よりでございます、はい。イメージ以上にかっこよかった、はい、そうですか。じゃあその子使って最後アチョをやってください。え、この子でですか、はい、アチョってどうやるの。ヌンチャクでもいいですから。アチョー、あ、いいね。はい、お疲れ様でした。カーペット買ったよ。すごい豪華な感じです。これはゆっくりゆっくり見よう。ですね、あ、そっちかな。うわぁ、45年ぶりにブルース・リー先生のドラゴンへの道を45年ぶりに大きなスクリーンで見させていただきました。あれは僕は14歳ですね、1975年ですから。それから今のね、59だから何年、45年間、ね、ずっと日々ブルース・リー先生を忘れることなく、そういう方と僕は出会えて幸せです。まあ、世の中にはね、映画界にはたくさんのスターがいますけども、なぜかブルース・リー、なぜかブルース・リー先生だけに人生を、まあ、捧げるって大げさですけどもね、まあ、愛し続けて45年、また今日もブルース・リー先生を劇場で見れたこの幸せを大事に大事に持って帰ります。とっていの、とっていの、彼女、彼女、日焼けをしたくないのに、去年からの約束を守ってきてくれた。